東進エース予備校っていうのはまさに学習塾併設型 FC の成功例だからね。フランチャイズチャンネル、学習塾併設型のフランチャイズについて、はい。で、前回習い事の市場っていうのは実は塾予備校の倍あるんだと。だからそこはビジネスとして美味しいんだと。でそれは単に市場が大きいからそこにお金がたくさん集まるからということではなくて、当たり前ですけど塾としては習い事市場から塾につなげたいわけですよね。そろばん、習字、まあ絵まであったりするけど、そういうところで取ってうちの塾に入れられるっていう、まあそういうことから学習塾さんはこのいわゆる塾に入る前のところを取ろうというふうに思って、併設型だ。これはある意味本部の方もね、入れやすいじゃないですか。小学校4年からのところ、小学校2年とか1年から来てくれたらやっぱりすごく、まあ、青たがりってやつですよね。だから気をつけなきゃいけないところもあるのね。塾側からするとですね、入れるのがね、あんまり考えないで入れるんですよ。だって新たに物件借りたりしないじゃないですか。この空き教室でできますよみたいな話でしょ。だからで加盟金が安いんですよ、必ず。だからそうすると考えないで入れるからやってみて、あんまり生徒が来なかったらまだちょっとこの地域では早いねみたいなふうになって、契約だけして稼働しないなんていうのが学習塾市場の学習塾併設型 FC の特徴だから、ロボット のヒューマンさんかな、あれとかもなんかいやすごいたくさんあるんだけど、いつもこうインタビューとか記事とか読んでんだけど、どうもこう生徒数がおかしいんだよね。いつもこう割り算してみるんだけど、おかしいなと思ったけど、あれはおかしいことなくて、まあ、ゼロっていうところもかなりあるってことだと思うんですよ。まあ、あるいは1人とか2人とか、うん、それは学習塾併設市場では起こりがちだということなんですよね。東進エース予備校っていうのはまさに学習塾併設型 FC の成功例だからね。習い事市場から塾に入れようということではなくて、塾をやってる人に高校生でも通ってくれますよっていう、そこを狙ったんで、これはやっぱりいい市場だったですね。僕はだからその営業をずっとしてたわけですけど、超簡単だったですから。田舎の塾の先生に行ってね、先生ね、高校入試まで先生のところで頑張って、その後ここ進学校行った生徒さんどうなってますかっていう話をすればね、もうみんなね同じように答えるわけ。いやね、目が死んじゃってんだよねみたいな、いや俺のところに行った時あんなじゃなかったのみたいな、でしょみたいな話から、いやそれでも先生高校に入っても先生のところで面倒見れたらね全然違うし、そりゃ違うよみたいな話に全部なるんだよね。だからもうみんな最終的には学歴って大学じゃ変わるわけじゃない。そこはやりたいわけよ、でもできないわけよ。だから当時 45% のロイヤリティでもね、 45% だからね、生徒10万円持ってきたら4万5千円本部が取るんですよ。だから儲かんないんです。でも儲かんないけど先生これやんなきゃって言うと、そうだよね、地域のためにとか言ってみんな加盟していったんだよ。だからね、そういう意味じゃ本当に狙いどころが良かったんだね。相乗効果があったということですね。まあ塾併設型の FC から、まあ、投資遠征予備校の話になりましたけど、まあこんな